はい、こんにちは。じゃあ始めましょう。どうもよろしくお願いします。では、早速中身に入るので、テキストも開けて。開けてというか、まず用意して。これね、あるかな。じゃあ、これ用意して始めますけども。ちょっと間が空いたけども、一応、レポートの形で提出物があったんだよね。さて、まだ全員出してないのかもしれないけども、一応受付終了になってるんですね。まあなんか事情があるかもしれないから、ちょっと、後でまた、後日また追加の募集でもするから、なんか事情があった人は、その指示を見て、また出して。さて、前回というか今回に向けての、課題として、テクストを読むというふうなことがあったんですね。様々な、噂話があるけども、実際のところ、テクストに即して理解した場合、どんなふうなことが書かれたもので、どんな教義であるのか、それを、なるべく機会を設けて、文に即して理解しようと。まあ、それが続くから結構読む箇所が多いんだけども、まあ、第1個目としてこれを選んだ理由は、まず、一神教というふうなものがいかなるものかっていうのは、まあ、話として、理屈として聞いてることいくつかあるかもしれないけども、実際どんな発想で出てきて、何を求めて、どんなふうにして人々を巻き込んでいったのかっていうふうなことを、いろいろとその現物に即して見てみたい。その一神教を理解することの一つにもなるというのが、ヨブ記を読んだ一つの理由ですね。そして、さらに説話的な話が書かれていると。いろいろと宗教的教義に関わるテクストだから、何かその戒律みたいなことが、戒律のようなことが羅列しているようなものを、それが聖書の中身かっていうふうに思ってた人もいるかもしれないけども、実は様々ないろんなものを含んでいて、実際これは、なんだろうね、日本で言えば、宇治周易とかそんな感じのものを思わせるような感じの、ここから何を読み取りますかっていうふうな感じの、そんな文体だった気がするね。全てがこういう形というわけじゃなくて、こういうのも混じってる。その意味ではちょっと物語的なものとして、読むにはちょっとまあ、ね、いろんな知識なしでも読めるようなもので、そこから何を汲み取るかはまたいろいろとあるとしても、まあ、読み進める分に関してはあまり支障のないようなものとして選んだんですね。まあ、むちゃくちゃ長いわけでもないような分量である。まあ、そして、いつも指摘していることだけども、自分で書いたものの、他の人の様々なものを読むことができるような、そういう設定になっているから、なるべく、他のもの、他の提出物を見ることにしてみて、そして、まあ、いろんな意見があり得るっていうふうなことを、まあ、身をもって、掴んでみようって言うんですね。まあそういうことでいくつか他の人の意見も見たりしてるんじゃないかと思いますけども、まあ、その上でまあこちらもいろいろと読んでみて、いくつか注意というか、こう読むのが正しいとかっていう話じゃなくて、読むにあたってのちょっと態度みたいなことを指摘しておくと、まず第一にあるね、非常に昔のものであるっていうようなことはよく意識しておいて。平安時代からすれば千数百年以前のものであると。そういうふうな、ものが、文として書かれているっていうふうなことが、かつ、古事記とか読んですらすらわかるものは、ものじゃないと思うんだけども、古事記何書いてるか、文字からしても判読しづらかったりするようなもんだけども、それよりも1000年ぐらい前のものにもかかわらず、今読んで分かる文として
書かれている。そういうものとして我々が接近できるということは、かなり稀有な話ではあるよね。そのことも意識して、だからいろいろと意見として、意見というか感想として、これこれの神の態度は解せないとか、あるいはそのこれこれというのが理不尽であるとか、そういうのもあったけども、いかにもその理不尽と思えるようなことがはっきりと伺えるような形で書かれているっていうふうなことでもあるわけですね。まあ、考えてみれば、その古事記とか読んだとして、そのスサノの御事のこの態度は解せないとか、アマテラスのこの行為は理不尽であるとかっていう見解を持つ人はあまりいないと思うけども、むしろ物語としてそんな話ですかっていうふうに受け止めて、別にその怒りを覚えたりする人いないと思うけども、結構その旧約のものとか読んでると、義憤に駆られて何かおかしいと思ったりするようなことが結構よく聞かれるんですね。それはどうしてかを考えた場合、なんとなくその日本じゃなくって西洋的な方面から伝わってきたそういう方面の話であり、かつそのあちらのヨーロッパ的なものとかの法体系っていうのは我々が知っている限りは整然としていて、自分にも納得ができ、だからこそ承認して、そしてだからまたその合理性があるというふうに見たりするかもしれないけども、おそらく法みたいなもの、掟みたいなものはそんなふうなもんだっていうふうな見方がおそらく染みついてるんですかね。その自分の判断からすればこれおかしいというふうに思ったりして、それで書いてることに対して疑念を持ったりすることもあるかもしれないけども、もう一段あまりそういうこと気にせずに虚心に読んでもいい気がしますね。むしろその人の生き様みたいなことを文章によって、つまり書き言葉によって、経典によって何か一つの本に向けるっていうふうな、その最初期のテクストであって、それで、そのさまざまな掟を、あるいはその生き様みたいなことを言葉で示して、それでそれで人を促すっていうふうなことを、そのまあ原型みたいなもんですね。その原型から引き継いで、まあ、言論によって人々をさまざまに方向づけるっていうふうなことの、その一つの出来事として、まあ、近代的な方もあるわけでしょうね。そういうふうな意味で言えば、その、まあ、我々が知ってる意味で、かなり初期の時期において、人々が言論を用いて、人々の生き様をコントロールするっていうふうなこと、一つの方に向けるっていうふうなことが、どんなふうに始まったのかっていうふうな、その大きな事例として、かつ後の時代に大きな刻印を与える事例として、まあ写真に読むと、まあそれなりに実りもあるでしょうね。そしてその記述自身、その神が出てきたりするわけだけども、まあ、それいかにもそこに居合わせていた書記みたいな人が書いてるかのごとき話で、書かれた文章だけども、まあ、その意味でその実際に起こった話をそのままに誰かが記述したって話ともまた違うんですよね。実際こんなふうなことがあったと我々の言葉では語り得るかもしれない、こうじゃないかもしれないけども、こんなふうなことがあったと考えることもできようっていうふうな話として書かれてると見るといいかもしれないですね。あれを事実関係がこうだったっていうふうなことで確定した事実関係として見て、それをその吟味するっていうふうな話とはちょっと違うのかもしれないと。その意味で、まあ、あそこを起点としていろんな理解が出てきて、かつそれを受け止めるさまざまな意見があり、その上で大きなその後の流れもできていくっていうふうな、そんな話だね。まあ、いずれにしろ、命令じゃなくって、一つの強力な支配権を持った王が命令してこうせよ、これ以外するなっていう話じゃなくって、
言葉で人々を、その自分の行為の選択を促すっていうふうなことは、かなり珍しい話かもね。少なくともそれ以前のハンムラビ法典とかではなかった形で、まあ、いわば説得する形で人々に何かを訴えかけるような、そんな文としてあのテクストがあったりする、そういうものとして考えてもいいでしょうね。そしてその前言った話とつなげながら、あのテーマみたいなことを語ると、その一神教のとりわけユダヤ教の、まあ、発端として大事なことは、何かその自分の民族とか自分の身に起こった非常に不幸な厄介なことがあった場合に、それをその誰かのせいっていうふうな話にすることはもちろん可能なわけだけども、そうではない可能性を、まあ、考え出したと。その話としてしてると思うけども、ユダヤ民族っていうのか、ユダヤ人たちがバビロニアに、まあ、襲われて連れて行かれたり、その前にアッシリアとかね、アッシリアとか強力な国によって、ユダ王国滅ぼされるとか、滅ぼされて奴隷状態になるとか、あるいは紀元前500年代とかで、バビロニアとかに流入されたりするね。そういう時に、当然その直近の、まあ、元凶としてはアッシリア人憎しとか、バビロニア人の大問題だって話にもなりうるわけだけども、それを別の理解をして、自分に問題がなかったかというふうに、自分を振り返るきっかけとして、大きな事件とか不幸を捉え直して、それで自分の生き様自身をもう一回、考え直す、別の生き様を模索するっていうふうなことは、かなり珍しいというか、いつでも起こりうるリアクションじゃなくて、しかしユダヤ人には起こった反応なわけなんだね。自分たちの構えが何か問題を含むものではなかったか。そういう意味では、その罪とかという言葉を、あいつのせいでやられちゃったっていうふうな意味で、あいつの罪っていう話にせずに、自分の事柄として受け止めるっていうふうなことは、極めてその、ある時ある場所でしか起こらなかった話と思うんだけども、多分日本にはあまり起こってないでしょうかね。しかしそれがそのユダヤ人に関しては現に起こったのであると。で、それとその一神教っていうふうなことが非常に深く強く結びついてるっていう話でしたね。その力関係で、この世の中の力関係で、あの将軍が、自分の国のあの将軍がもうちょっとうまく振る舞っていたら滅ぼされなかったのにとかっていうふうな、そんな形で、その事実関係とかを、まあ、ほぐしたりして、そしてうまく立ち回るかっていうふうな、そういうその技術的な話に罪を求めていない、罪の源泉を求めていないと。そうじゃなくて、何か自分たちがこの世を容易にコントロールできるかのごとく思い違いしていなかったか。自分たちが何か思い違いをして、思い上がり、何か自分の好きなようにできるっていうふうに思っていなかったか。その力比べだけで何か世の中が全て解決できると思っていなかった。それはその大変大事なものを見失っているのではなかろうか。ある意味でその自分のその謙虚さみたいなものを掘り起こし、自分のその今までの生き様と違う新たなゲームチェンジというのか、レーンチェンジをするような、そういう形で自分たちの問題として引き受けるっていうふうなことが、どうも大変大きな出来事としてここで起こっている。その民族に関して起こったと同じようなことが、その個人の場面においても、まあ総じて語られる。その
あれを、あれじゃなくて、ヨブを、その、ユダ王国とかっていうふうに置き直した場合、どうなるか。ユダ王国も本人曰く、自分たちはちゃんとやっていたというふうに言う言い分があるかもしれませんね。しかし、それでも何か、どっか甘かったんじゃなかろうか。ちゃんとやってるからには、何らかいいことがあってしかるべきとかっていうふうな、そういう、何らかの隙みたいなものがなかったかっていうふうに、まあ、あれを一つの説話として考えた場合、個人に起こり得る話だけではなくて、むしろ、その、集団単位で、民族単位とかでも起こり得るような、その大きな話とも見ることができるでしょうかね。まあ、そういう意味で、多様な形で、自分たちの罪の問題を、洗い出して、考え直して、常にその自分の中の隙みたいなものを追い出していって、潰していって、何かそこで大事なものをつかむ。その時にこそ、まあ、向き合えるものを、まあ、神というふうに言ってるというふうに言ってもいいでしょうね。だから、江戸国とかで自分たちの権勢を誇っていたときには、何でも自分の、考えることの、についての自信みたいなものだったかもしれないけども、その自信みたいなものが非常に、安直のものでしかなく、いつ、どういう形で覆されるか分かったもんではないという形で、その自信なるものを撤回して、そうじゃない場面をもう一回掘り起こしてですね。それがそのユダヤ民族が共有して、一つの、プロセスとして、形にした大きなその思想と思いますね。それがテクスト化して、ああいう形となった。その予言の形を取ることもあれば、律法の形を取ることもあれば、いろんな形でそれを促し、あるいは命じ、あるいはその吟味し続けるっていうような形で、生じた、そのテクストの集合体が、とりあえず、今、旧約聖書と言われているものなんですね。まあ、そんな話、というか、そんな話の一つとして、ヨブ記を、まあ、説明しておきましょう。あれは、いろんなそのテクストがある中で、諸々の書物、諸書というふうに言われているものの一部をなすのでね。ちょっと今日じゃなくて、今、あれ、マナバ開けますか？マナバ用意して。いろいろとテクスト等々足していってるんだけども、コースコンテンツ、この授業のコースコンテンツ開けるんですかね。その中の、僕はちょっと録画確認してもらって、大丈夫か。録画してて、ミュートしていない。そのコースコンテンツの講義資料っていうふうなものが新しく入ってるはずね。ちなみに今説明しておくと、講義録画は、前回の22日分、4月22日分は今閉じていて、一応その次の授業の日まで見なきゃいけないって言って、もし休んだりした人がいるとすれば、その次の授業の回までに見とくってんで、一旦閉じるんですね。しかし、それと別に、前回分の録画リンクっていうのがあって、そこにも、録画の経路を入れておくので、期限内に見る必要がある以外の人は、そこで見ることができるね。それが、講義録画の方で、今そっちじゃなくて、その講義資料なんだけども、その一番下に、新しく入れたものがあるから、聖書、ユダヤ教及びキリスト教の小区分っていうふうなものを、それ一応ね、開ける状態にしておいて。
今日はあの維新教の話の、続き、維新教の、まあ、大事な要素とはどういうものかって話も続きするわけですけども、同時に経典としてユダヤ教の経典、そして後にキリスト教に引き継がれるその経典の、まあ、あらましみたいなことも説明するので、ここ今のページね、ちょっと関係しますね。これはそのままテクストが入ってるだけのもんだから、そのまま開けるでしょうか。これと重なる話が、教科書で言うと、ちょっとこちらのも並行して開けてほしいんだけども、やって、まず確かあれだよね、24、5ページで経典っていう風なものがあったのを見たよね。24、5ページの経典というこの項目は意外に大事な話が書いてるから、ちょっとよく読んで深読みしておいて、そのページに関係する、24、5ページに関係する話をちょっと足しておくと、我々が知っている、つまり接近できる形で残っているのは、平たく言えば生き残ったものなんだね。実はその生き残らなかったいくつかのものがあると。とりわけその今回の話じゃないんだけども、キリスト教に関係する経典に関しては多数のものが捨てられるというべきか、放り出されて、あるものがその拾い上げられた。福音書って言い方は今では3つ4つのものの名前として福音書っていうのがあるけども、実はまあ何十もあったでね。そういうふうなことで、いろんなその後々の事情等が絡んだ上で今残っている形に、絞られて、まあ我々が目にしているというわけね。それでそのユダヤ教の話に即して言うと、実はいろんな、系統の伝承があり、その伝承を当時の、つまり昔の紀元前のその初期というべきか、初期間が文字にというかね、まとまったものにするわけですね。そのまあ専門的には3つぐらいの伝承の系統があり、それからいろいろとあっち拾ったりこっち拾ったり、あるいはここに関してはこことつなげるとか、いろんな形でその当時の初期の人がストーリーをまあ組み立てて、分離すると。で、短いものもあれば大きいものもあったりする。それでいろんな時代それぞれややまちまちだったりもする。しかしそういうふうなものが、まあ、いつしかというべきか、ある時大きな、これで全部っていうふうな形で、経典化されるわけですね。そしてその時代は後で詳しく見るけども、やはりさっきのバビロニアとかによって大いに浮き目を見ていたような、そういう時期の辺に、まあ、その大きな集大成が起きると考えておきましょう。その中であれね、やはりテーマとなるのは、自分たちの罪と自分たちの運命みたいなことだね。それが大事なこととして、中心的問題となっている。だから その話を聞いて、よく言われるようなその先民思想とかっていう話でまとめるのも、これまたちょっと単純すぎるんですね。なんとなくいろいろな知識として、その先民思想っていうふうな標語とともに、ユダヤ教に関するなんとか大まかな理解を得てるかもしれないけども、そのかなり
議論を簡便化した、まあ、かなりいろんなことを無視した、挙句にその先民思想っていうふうな言葉が出てきもするから、この授業においては、そういう話とはちょっと違う。先民思想って話で全てがユダヤ教の思想が隠れるような、そんな単純な話ではないっていうふうなことで、ちょっと構えていて。そういうわけで、自分たちの運命、自分たちの民族が問われてるのは確かだけども、その意味付けね、その受け止めね、それに関する多重な議論が、この、いわゆるタナクの中身なのね。だから危機の時代においてこそ、その非常に切羽詰まった時代においてこそ自覚されたこと、それが、濃密にテクスト化されていると考えてみよう。で、かつ、そのね、ユダヤ教のテクストが、簡単に言えば、一小民族の一時期成立したものに過ぎない、そういうものが、なんで今、世界で最もベストセラーって言われる、その、いわゆる聖書の中に保存されて残ってるかというと、つまり我々が近づけるものとなってるかというと、キリスト教の関係だね。これ前言ったように、キリスト教が、ユダヤ教を自分たちの歴史の前に位置する、自分たちのキリスト教の歴史の前史である。自分たちの、自分たちのこのキリスト教を用意する地盤として、あるいはきっかけとして、しかし乗り越えられるべきものとして置かれた前史であるっていうふうな形で、今あるそのキリスト教の聖書に、接続して保存したからなんだね。そういうわけで、ある意味で一部族、一民族の一時代のああいうものだったものが、全世界的な規模で、その目にされうるようなテクストとして現存すること自身、やはりその後の歴史、キリスト教とかを絡めたその後の歴史によってるわけなんだね。そんな話を前したんだけども、今回もう一回そのユダヤ教の経典たるそのテクスト、ヨブ記とかを含むテクストに関する正面からの説明を読んでいこうと思うから、ちょっと教科書をめくって、まず54ページを、テクスト54ページまで。その54からの4番という項目、次の5番、この辺にユダヤ教っていうふうな説明がありますね。54、5、6、7。ちょっと、ページ数少ないけども、足して語れば言うこといろいろとあるから、これを、まあ、土台として話をしていこうと思うんだけども、ちょっとその最初の辺見ていこうか。54ページだけで。まあ、黙読しても済む話だけども、ユダヤ教とは、ヘブライ語聖書に記述されている古代イスラエルのために権限した唯一の神、ヤハウェを信仰し、この民を起源と考え、古代イスラエルの民を起源と考え、彼らが歴史を通し、生み出してきた伝統及び日常生活全般に関わる膨大な蜂起の軍ね、蜂起軍及び慣習を、これを継承し、遵守する宗教であると。そうですか。って言うんだけども、まずヘブライ語だってことを、確認してね。それで、今においては、キリスト教の理解では、日本語に訳したものも聖書とされるわけですね。で、まあ、それはある時期からの話で、ある時期まで、そのカトリックとかでは、カトリックでは、ラテン語でなきゃ、
聖書とは認められないっていうふうな時代があった。その点で言うと、その明け学期にあるイスラムは、あれはアラビア語でなければ、しかもそのいわゆる聖長アラビア語ね、当時テクスト書かれたと時代自身のあのアラビア語こそがそのクルアンの言語であるっていうふうなことで、日本語とかの訳は聖典ではないっていうふうに理解なんですね。そのまあ否定しないとしても、翻訳というよりもむしろ解釈本であるっていうふうな位置づけで、本体はあくまでアラビア語で受されるもののみを言うと。その言い方で言うと、このユダヤ教の経典もヘブライ語でなきゃいけない。ヘブライ語である必要がある。ユダヤ教徒は同時にそのこのヘブライ語を用いることができるもののことであり、ユダヤ人も同じ定義であると。まあ、ちょっと周辺があるとしても、基本の構えとしては、ユダヤ人イコールヘブライ語を使えるもの、ヘブライ語でその経典に接することができるものっていうふうな理解があるんですね。で、まあ、いろいろとその、婚姻に関する規定とかもあるわけだけども、そういう形で、その、自分の内側のヘリみたいなものを保持しているわけですね。だから、ある意味で、日本語になった、その、この経典は、聖典それ自身ではないというふうに言ってもいいような意味で、ちょっとずれてると。あくまで、それを読み上げて、それを、その、聞いて受け止める、その現場は、ヘブライ語でなきゃいけないって言ってね。そのヘブライ語に関しては、いずれ説明するけども、基本的にその、詩音しかない言語っていうふうなことを知っておいて。だから、詩音だけで書かれていて、そこに、まあ、母音を当てはめながら、音読というか、音にしていくわけね。その事情はアラビア語も同じであると。まあ、両者、結構雑な言い方だけども、合わせて、セム語って言い方があるけども、セム語の一つの特色として、詩音だけがあって、あれであると。まさに、ヘブライ語の、使用者が、ちゃんとそれを音にできるというね、音にして読むことができる。聞くことができる形にすることができるためには、ヘブライ語はできなきゃいかん。それで、そのヘブライ語聖書に記述されている古代イスラエルの民、さっき言ったように編纂されて、テクスト体系ができて、一応形になったりするんだけども、実は直接があって、まあ、バビロニアの捕囚っていうふうなことからも分かる話かもしれないけど、いろいろと他の民族、一応そのバビロニアから元の場所に帰ったりするけども、さらにローマ人とかにいろいろと、まあ、あれこれされて、結構、受け身見続けるわけですね。その中で、実はその、ヘブライ語的な伝承も、やや、その、壊滅状態になったりすると。その、戦争に負けたりすると、その言語とか、かなり危うくなったりするのは分かると思うけども、使用を禁じられたりとか、あるいは、その占領軍とかに、まあ、おもねる形で占領軍の言葉を使ったりとか、いろんなことがあるとして、その、一時期はね、このヘブライ語も、消えてしまうのかっていうふうなこともあったんですね。しかしというか、それでその、まあ、苦肉の策みたいなものとして、紀元前3世紀とか、あれで言えばアリストテレスが死んだ時代とか、その後の時代のことをヘレニズムって言うんだけども、ヘレニズムの時代っていうのは、
ヘレネという言葉がギリシャってことだから、このギリシャ的な時代ね、ローマが、軍事的には支配してるけども、文化的にはそのギリシャ的なものが優位だったりする時代があるんですけども、そういう時代とかに、そういうギリシャ的な文物、あるいはローマ的文物とかに押されたりして、その、非営利層になっていた自分たちのその、ヘブライ的伝承が、消えてなくなるよりも、翻訳して残った方がまだマシかっていうふうな判断で、一旦ギリシャ語に訳されるんですね。カタカナで言うと、セプトアギンタ。セプトアギンタっていうふうなのが、70人訳聖書と書いていて、70人っていうのはそのまま数で70ね。人は人ね。訳が翻訳の訳ね。聖書。そのセプトアギンタっていうのもそれのギリシャ語的言い方なんだけども、それが時期不詳ながら、紀元前3、2世紀かの辺だと言われていて、ちょうど日本語が消えてしまいそうな時に、英語に訳したような感じね。英語に訳してなんとか古事記を生き残させるかみたいな感じで、生き残ったというか、形をその保持した。そのセプトアギンタ70人訳聖書っていうその形のものも、日本語に翻訳されてたりするのだけども、そのギリシャ語訳ね、ギリシャ語訳の日本語訳みたいなものがあったりするんだけども、そういう形で、なんて言うんだろう。肉を切らせて骨を断つみたいな感じで、なんとか、その、壊滅を免れつつ、生き残るのだけども、やはりって感じね。やはりという形で、後々、マソラ、カタカナでマソラ、マソラ学派というのが出てきて、マソラというのは、伝統っていうふうに言うんだけども、この伝統を重んじる学派ね、マソラ学派っていうのが出てきて、やはりちゃんとした、ヘブライ語教典を、つまりヘブライ語だってこそ、意味を持つ自分たちの自国のものとして、きちんともう一回整えようっていうふうなこともあり、そのマソラ学派とかが、まあ、もう一回復興することになりますね。ヘブライ語的な教典を。そういうことなんだけども、実はその、こんなふうにして、まあ、ヘブライ語的なものが復興したりすることもあるんだけども、実はその今伝えられている、今我々が手にしているテクストで、一応そのひな形として最古のものは、シュトゥットガルトものとか、レニングラードものとか、なんかいくつかあるんだけども、決してその大昔の話じゃないんですね。紀元0年ちょうどとかそんな話じゃなくて、14、5世紀とか、その辺の程度しか、その、遡らないような、そういうものだったりするんですね。後でちょっと現物見るけども。そうだけだから、当時の、つまり、ユダ王国とかの当時のものとか、イスラエル王国当時のものとか、そんなふうな形でそのテクストが残されて、その紙切れがあるとかっていう話とちょっと違う。むしろいろんな曲折を経て、かつその言語的な了解も超えながら、いろんな形でその戻ったりしながら、今に至るような感じなんだね。そうけで、その古代イスラエルっていう言い方は、ちょっと自分で調べて、いつ頃のどういう場所の話か、イスラエル王国っていうのと、ユダ王国っていうのは一応ちょっと違うんですね。違うけども、似たようなもんだけども、その、しがらみ等は、今、くどくなるから説明しないのだけども、まあ、いずれにしろ、イスラエルとユダという別の系統があったりするんだけども、そこはちょっと置いといて、
さっき言ったバビロンの補修の頃、つまりテクストが濃密化する経典ができる頃に、やはり一つの同じ共同体だっていうふうなニュアンスで、ユダもイスラエルもないような形で、その大きな共同体自身の自分たちの大きな問題として、一つの出所から出る、名前で言えばアブラハムから出る、いくつかの流れを束ねた、その全体としてユダヤ人、ユダヤ民族、ユフダっていうふうな言葉が出るんですね。その意味で、そのいろんな内部で覇権を競っていた過去のいきさつは全て置いておいて、むしろ自分たち自身が共同して連帯して今見ているこの浮き目をいかにその受け止めるかっていうふうな、その諸部族を合わせたユダヤ人全体の一つの協議を確立するに至ったのが初期のその協定の成立の時期なんですね。だからそれができたのはいいけども、同時にさらなるそのなんつうのいろんな支配を受けながら解体していきそうになっていて、そこでまあ踏ん張ってギリシャ語に訳したりして、同じに訳聖書、それで生き延びたり、あるいは徐々にローマとの関係をまあより良くしていき、神殿建て直すとか、数百年代建てなかった神殿を建て直す等として、まあ神殿ができればね、そこを中心としてその大きな連帯と大きな文化的継承もできるわけだけども、そんなふうなことをやったりまた潰されたりとかするわけですね。その中でイスラエルのために権限したというふうなのは、まあ、もちろんその史実というよりも、その経典に書かれている話として権限したってことなんですね。だがその次のヤハウェを信仰しっていうふうなのは合ってるんだけども、ちょっと注意が必要で、ユダヤ人自身はヤハウェっていうふうな言葉を口にできないのね。そのさっき言った死因しかない言語っていうふうなことと関係するのだけども、そのヤハウェにあたる4文字があるのね。あるんですね。4文字があるんだけども、しかし、その4文字、死因なわけで、どういう母音を当てて読むかっていうのは、いわば人間には隠されてるっていう理解があって、つまり、その死因の名を我々は知らないっていうふうな意味で、だからそれを人間の言葉でヤハ、つまりアの音を当ててヤハウェとかっていうふうに母音を当てて読むのは、まあ、言ってみればその無限なる神を人間の有限な言葉で、貶める、あるいは人間化して人間の場面で語ることになり、まあ、一種の冒涜でもある。人間並みの場面にその神を引き下ろすことにもなるっていうかな、そういう理解としてはばかられるんですね。はばかられる。まあ一応研究者的にはヤハウェというふうに読んでいい、ヤハウェというふうに読むものとしてこの言葉があるっていうふうに確定されているわけだけども、それはまあ研究者的立場であり、その真実の現場にいる人はこの言葉は口にできない、しちゃいけない、しないと。それで、そのヤハウェっていうふうな言葉は、その教典の中にあちこち出てくるんだけども、一応話として聞いたことあるかな。そこに至った場合、ユダヤ人はアドナイっていうふうなことで、言葉で置き換える。アドナイっていうのは、我が主ってことね。マイロードってね。その、
ヤハウェっていうふうな言葉を、みだりに口にせず、そこは、ふにふにふに、アドナイはっていうふうに、我が主はっていうふうに置き換えるわけね。その、マイロードみたいな言い方は、その、クロスするだけだけども、その、いろいろと、キリスト教の中にも入ってるね、マイロード。ね。そういうわけで、だから説明的には、ヤハウェを信仰して出会ってるわけだけども、その、口にすることすらできない唯一神、絶対的な唯一神を信仰しっていうふうに読むわけなのでね。さて、その彼らが歴史を通して生み出してきた伝統、日常生活全般みたいなことが書いてあるけども、その教義の中身は、さっきみたいな呼ぶ記みたいな説話もあるけども、後で見る立法、トーラーっていうのは、かなり戒律に関わる記述が多いわけですね。で、その戒律みたいなものとかを多数含むようなもの等々が、まあ、確かに人間がある時書いたものかもしれないけども、むしろ人間がというふうなのは、伏せておいて、神の言葉を承ったと。その神の語りを、神の呼びかけを文字として、引き継ぎ、それを教義として、定義して、それを引き継いでいるっていうふうな理解ね。だから、研究者的には彼らが生み出したことかもしれないけども、一応、内部で言えば彼らがじゃなくて、で、その神の言葉を伝承するというふうに考えている。それはまさにさっきの神教の根本に関わる話であって、人間が自分の都合で人間の知恵に即して語る戒律っていうのは、ある意味で有限である。ある意味でその場限りである。ある意味では明かしできないものである。しかし、いずれまた同じ話をちゃんとやり直すんだけども、それをあくまで自分たちの言葉じゃない言葉として、たらしめる。神の言葉としてそれを聞く、あるいは受け止めるっていうふうなことが、非神教の大変大事な出来事ね。人間が人間を支配するんじゃなくて、人間は人知れぬ目に人間であって、その人間、自分たちの人間たる、ユダヤ民族全体が神の命令のもとに従う。その権威の命令のもとに一つの共同体を形成する。そんなふうな高さの次元に即して自分たちを一つのまとまりの集団とする。それが一神教の大事なことだから、確かにテクスト自身は人の手によって書かれたものかもしれないけども、そう言っちゃいけない。そう言ってしまうと、話が崩壊してしまうわけですね。そういうわけで、確かに内容的には日常生活全般に関わる膨大な法規の、こういう時はこうしろみたいなことがたくさん載っており、かつそれに従って蓄積された慣習が山ほどあるわけだけども、この全体がね、ユダヤ教である。でも、何が根本かって言ったら、神のもとに自らの罪を、常に自覚する、そういう人と人との新たな関係の結び合いっていうふうなことが、まあ、それがユダヤ教の大枠というね。で、その、今のような、濃度の濃いところに身を置いてるもの、それは同時に、その結婚、婚姻に関しても規則があり、それに即して、ヘブライ語を話せないものと結婚しちゃいかんとかね、いろいろとそんなふうなものに、即して生きてる人は、まあ、言うなれば、濃厚ユダヤ人だとした場合、その濃厚なユダヤ人が全てとは言えない。ちょっとその周辺にいる人も
一応ユダヤ人かって話書いてますね。ただまあそれは、その第二次世界大戦後の新しく生まれた国家イスラエルが、まあ、存立する以後の話とも言えるね。ちょっとその世俗的ユダヤ人みたいな話に関してはあまり今重大なこととして話す必要はない気がするから、次の文は黙読してしまして、すべてのの文はちょっと黙読してしまして。まあその次の文に約1400万人というふうな数が書いてあり、決して、非常に多いとは言えないっていうふうなことまでは言えそうですね。そう、まあなんとなくの数を知っておこう。まあ、それからすれば一体キリスト教って何人いるのとか、イスラム、ムスリム何人いるのって話は後で出てくるけども、桁が違う。だって、しかしまあ、その、ユダヤ教、まあ、ほぼユダヤ教、ユダヤ教徒イコールユダヤ人というふうに考えてもいいこととして、それは、教義に従う、教義に従って生きるっていうふうなことと考えて。逆に言えば、その、民族的な出自、いろんな根結みたいなことがあり得ても、その、教義に従い生きるっていうふうなことが、遵守されている限りは、ユダヤ教徒っていうね。事実上のその、どこそこ人には少ないとか、どこそこ人には多いとか話もあるかもしれないけども、一応その、すべての決定基準は、ユダヤ教の教義に従うかどうかっていう、して考えさて、それでね、ちょっとだけ次見て、休憩するからちょっと待ってて。唯一神ヤハウェって、次の段落をちょっとだけ頭に読もうと思うから、54ページの大きな2番、聖書時代のユダヤ教というところをちょっと見てみる。その、読んじゃいけないヤハウェ、唯一神を、認識といっても、我々が従前に知ることができるわけじゃなくて、むしろ一方的に下ってくる声を聞くのにね、その、こちらが耳を持って聞くっていうふうなことを、とりあえず認識っていうふうに言ってるとして読むんだけども、よく、まあ、聖書を読んでれば、聞け、イスラエルとかいうふうな言い方で始まって、シャマーイスラエル。その一方的に声が下ってくる感じね。その文字じゃなくて声。いずれ出るけども、ルアハ、ルアハっていう言葉が息なんだけども、その息を持って、つまり声を持って、つまり形なきものとして、しかしこちらに届いてくるっていうふうなニュアンスで、その、語りかけてくる、呼びかけてくるっていうふうなことね。そういう形で一方的に、こちらから何度知ってたかって聞かせていけない形で、一方的に下ってくる。それが、後に見る、啓示のイメージなんだけども、啓示って書けるね、書けるとして先行くんだけども、その啓示というのは、総合的じゃない。そのあちらから一方的に下ってくる一方の話で、逆らったり交渉したり等々その双方向的な関係とはちょっと違うんですね。言われたらその言葉が下ったっていう端的な事実があるって言うんだけども、そういうようなニュアンスでその認識っていうふうに認識の意味を読もうと思うんだけども、その唯一神ヤハウェを認識し、一神教の祖ともされるアブラハム、まあ改名アブラハムは、
故郷であるメソポタミアの地を離れ、神の試練を受け、古代イスラエルの民族の父祖となったとされる。と書いてね。アブラハムという名前は、多分、名前としては聞いたことがあるだろうね。アダムとかの時代から、くりくりと下って、そのノアとかの時代からさらに下って、アブラハムの時代っていうふうなことで、そのアブラハムあたりというか、その名前を、ユダヤ人、ユダヤ民族、ユダヤ人の種族、視点というか、その枝分かれするの視ね、種族、ユダヤの12の種族の、大元というふうな位置づけで、アブラハムをユダヤ人の父祖とするわけだけども、その父祖たるアブラハムが、まあ、神の語りかけ、啓示を受け止めた話が書いてあってね。まあ、なんとも言えないけれども、紀元前13世紀とかっていうふうな話とされるわけですね。だが、その紀元前13世紀の記述がどこか残ってるとか、そういう話でもない。で、なんかその、木片かなんかにあるとか、そういう話じゃない。そもそもその、アブっていうのが父親って意味だから、簡単に言えば、日本語で言えば、父祖とか、高祖ってね、高い祖先とか言って、高祖とかっていうふうな、そんな言葉がアブラハムっていう言葉で意味なんですね。だから、なんていうか、その、固有名というよりも、単なる一般名詞で言えば、父祖って感じの言葉がアブラハムと出てきます。しかも、さっき言った、ユダとか、イスラエルとか、なんか分裂したり、対立したりとか、内部争いとかがあったりし、そう争ってるうちに足元を救われて、バビロニアとかに入れちゃうんだけども、そんな風に、浮き目を見たときに、さっきの経典が編まれるわけなんだが、その時に、ちょっと聞いて、その当時12ぐらいに、種族が分かれてるとした、したとして、そのすべて同じ大元に由来する兄弟同士だっていうふうな話にするべく、発端に置いた名前がアブラハムと考える。つまり、アブラハムを起点として、みんな同じ一族一門であるっていうふうなことであり、別に争う理由ないぜ。むしろお互い仲良くやっていく理由すらあるぜっていうふうな話で、その大元の位置に置かれたものがアブラハムですね。だからアブラハムがいました。それがこう分かりましたじゃなくて、むしろ復元する形でその一つの大元を、まあ、固定したというふうなニュアンスで読んだ方がいいでしょうね。それが、まあ、一応この頃かってはっきりしないけども、紀元前13世紀かって話ね。それがまあ、そのメソポタミアかどうかとマークとして、一つの神との契約を交わし、今に至る大きな自分たちの運命の起点となっている。今ある自分たちのこの現にある育成は、そこを起点として関係を持っている。その神、裏切っちゃいけない神との契約が、この初期において結ばれ、それから後の時代のアブラハムの子孫たちは、徐々に、まあ、離反もしたんである。その離反の直近はいずれ見る、ソロモン王とか、ダビデとか、さらにちょっと近い時代のね、紀元前700年とか、なんかその辺の頃の人が大きな 逸脱をするかもしれないけども、いずれにしろ、その大きなアブラハムから流れてくる大きな全体の、中に様々な、ヤハウェとの接近とか離反みたいなことの、絡み合った歴史があるというかね。だから、まあ、
いろんな歴史に関わる話とか書いてるんだけれども、ヨシュアがどうしたとか、どうしたじゃなくて、こんなふうに戦ったとかいろいろとあるわけだけども、まあ、それすべて、当時の経典が生まれた時代に至る、その大きな様々な、起伏なんだね。その中で勝ち取ることもあれば、また、約束も、改められたり、そこに向かって努力とか、あるいはやはり傲慢というのか、思い上がって逸脱とか、そんなふうなことが、話として織り込まれることですね。だから、その書いてることすべてを、こんなことがあって次こうなったっていうふうな事実として受け止めて、そうですかじゃなくて、さまざまなその大元の契約をされるもの、契約があったとして、自分たちが一つの大きな歴史に要を設けて、大きな流れを考える、その話と、そこからどんなことがあり、とりわけ今の含みを見るに至ったのかっていうふうなんですね。大きな歴史絵巻みたいなものとして、その罪と 罪と救済の歴史として、その歴史を論ずる、まあ、稀有な書物である考えですからね。だから、その事実関係として、いつ何時何分これが起こったって話はさておき、しかも出てくるヨシュアが誰ですかとか、モーセって教えていたのかとかって話は、さておき、いくつかの節目となる人がいて、いくつかの節目となる事件が書かれている。それはやはり、今というのは、この場合、経典が書かれたその今に至るいきさつなんですね。そう考えて読むと、いろんなことが、見えています。ということで、ちょっと休憩しつつ、まあ、まとめの時間として、出席取ろうと思うんで、出場して。何や？あれね、なんだっけ、レスポンですね、レスポンね。プラスにして、こうして、ちょっと待ってね、これを、うっかりすると、来週まで受け付けたくなっちゃうんで、それをやめて、今日中にして、今発行して、見えるか。538-608-230。一応、チャットに入れて、チャットに、あれ？ちょっとこれでいいの？あれ？本当に入れるんだが、ちょっとね、河野さんか。見えてるか。大丈夫かな。
しばらく時間あると思うからそれ出して。緩い話を続けるんだけども、さっきのユダヤ教の経典が、ギリシャ語に訳されたのね、セクターギリシャ、70年代。あれがなかったら、おそらく、その後の時代は、あまり到来しなかったかもしれない。いわゆる、キリスト教の時代が後に、来るわけだけども、そのキリスト教はいずれ見るように、実はギリシャ的な哲学を受け継いで、そのギリシャ的な哲学を乗り越えたっていうふうに見たことがある。キリスト教はその乗り越えられるとされるギリシャ哲学は、さっき言ったヘレニズムの時代において、まあ形を変えながら浸透していた。プラトンの思想とかが浸透していた。このプラトンの思想みたいなものとユダヤ教の思想とはどう絡むのか。ユダヤ的なものに対して、さっき言ったヘブライ的なユダヤ的な思想は何か新たな境地を開くのか。そういう議論が起こり得たのは、つまりユダヤ教とキリスト教との関係を問い直そうとしたりできたのも、まずはそのユダヤ人的なものが地方語の、ヘブライ語にとどまらずに、人々が理解できる共通言語ね、共通言語の、いわゆるコイネ文法、共通文法って言うんだけども、ギリシャ語のコイネ文法の3の今で言えば英語みたいな感じの、そういう形に翻訳されたんですね。だから、まあ、そのユダヤ教が単なる地方の一部族の、そのいつ消えてもいいような一宗教にとど、まらずに、いろんな形で今に意味を持つものとして継続してその人々の目に触れたのは、まあある意味でさっき言った捨て身で別の言語に、ギリシャ語に、翻訳したあの出来事があるからと思います。で、同時にそれでその翻訳発想があるのかっていうふうなことを当時のあの地中海の人々が受け止めた話があってこそ、そのね、後のキリスト教も生まれたってね、生まれたというべきか、一つのヘブライ的伝承、ヘブライ的思想、ヘブライ的な世界の見方みたいなもの、そういうものが、そういうんじゃないものとして人々に、まあ、触れられていたっていうふうなことが、下地となってこそ、ユダヤ教から分離して出てくる後のキリスト教もまた、まさに普遍宗教と、慣れたってね。だからまあその運命としては、そのギリシャ語化する、うん、その経由をたどって、いろんなことが起こった、そんなことが絡んでくるんですね。まあいずれ見えることだけども、そのこの後の時代のキリスト教も、もともとはさっき言ったヘレニズムのギリシャ的な大きな共同体、言語共同体の中で起こることだから、もともとのキリスト教の言語はギリシャ語ね、決してラテン語じゃない。ラテン語になるのは紀元400年の話。その経緯はだいぶ後で話す。
なぜしろ、さまざまな、民族と言語と思想が絡み合う日本では、なんていうのかね、それより弥生時代だけども、いろんなことを思うんですね。さて、じゃあ次、もう一回アブラハムの話を見ながら説明を続けるんだけども、アブラハム、訳せば、高祖と言っても、超過高祖じゃなくて、高い祖先ね。高祖というふうな意味で、つまり、元祖ユダって感じの意味の名前だとして、それは、すべてがここから出てくる、すべてのユダヤ人が兄弟関係を結び得る、起点であるというふうな意味で語られたんだね。で、その息子がこれこれし、とうとうの話が、書かれているのが創世記である。創世記は、その大元から、つまり、いわゆる天地の創造の話から、アダムの話とかを経て、その後の、アダムって言葉は人間って意味ね。アダムってのは人間って意味なんだけども、その人間が、地上にあり、とうとう、その話が書かれていて、それで様々なことがあった後、一旦、ノアの時代に、一旦人が、振り出しに戻されて、新たな、別の時代が始まり、その何世代後半にこのアブラハムが維持するわけですね。という大きな流れがあるんだけども、だから、ユダヤ人以外の小民族というか、諸々の人たちがいる中で、一つの、集団の母体としてアブラハムが場所を得たというふうな話なんでね。だから、ある意味他の民族がいるってことも、ある意味で織り込み済みなわけで。その中で自分たちはどう生きたのか。どういう逸脱を経ながら生きたのかっていう話が書かれるわけで。ちょっと続き読んでみようか。神の試練を受けってのは、いずれというか、もう早速近々、今週すでに、要点として、創世記を読む課題が始まるので、それを見ながら、アブラハムの前後の話などを読み取ってほしいんだけども、神の試練を受け、古代イスラエル民族の父祖となったとされる。ちょっと中見とこうか。中ってのが見えますか？ 4 番の中ね。さっき言ったその天地の創造とかが、いわゆる創世記の第1章から始まるとして、それがだいぶ先まで進んで、12章以下の部分に、アブラハムの下りが始まると。アブラハムは唯一神の発見者として、ユダヤ教だけでなく、キリスト教、イスラムにおいても重要です。なるほど、そうですか。まあ、そういうわけで、神との新たな関係を取り結んだ。絶対者として、自分の低さを自覚しながら、神と共に生きるっていうふうなのを、とりあえずこの古代イスラエルの、理想的原型とすれば、そういう意味での一神教の、起点に置かれるっていうかね。さっき言ったように、これが実在する人ですかっていうと、また別の話だけども、そういう神との契約において、自らを律することを始めた、その発端であるってことですね。だから、イスラムにおいても、というのは大丈夫かな？
大事な話だから、今、ちょっとフライング気味に言い出すんだけども、秋学期に学ぶ予定のイスラムは、決してユダヤ教と対立するものじゃない。なんとなく、現代の世の中をニュースとか 聞いたりして、それで、イスラムとユダヤ教が反目し合う関係というのは全くもって誤解なので、競技においては非常に近いだけでなくて、後から出たイスラムは、時代的な後から出たイスラムは、むしろユダヤ教への一種の復帰運動みたいなことを試み、もっと言うと、キリスト教がユダヤ教からいかにまずい方に転がってしまったかということを意識し、元祖の議論であるユダヤ教にむしろ戻ろうというふうなニュアンスの話をするのがイスラムです。で、その点からすると、逆に、今の時代から見ると、ユダヤ教とキリスト教が非常に近い兄弟関係だというふうに見る、誤解もあるけども、それも全く違っていて、キリスト教ほどユダヤ教を憎み、嫌い、呪った宗教はない。キリスト教が最もユダヤ教に反目した宗教であると。で、現に弾圧もした。ね。この関係、ゆくゆく見る必要があるから、よく、構えようとして、常識的な、イスラム、ユダヤ教反目説とか、ユダヤ教、キリスト教、兄弟説みたいなことをちょっと退けてみて、虚心に考え直してみよう。という話を挟むんだけども、いずれにしろ、キリスト教もイスラムでも、アブラハムは大事な要の人物。これがあって初めて、自分たちの時代があり得るっていうふうな、その起点に置かれる人物として、大事があってるんですね。自分たちからすれば多民族のどっかの親父って感じじゃなくて、やはり自分たちに直結する大元、その起点であるっていうふうなニュアンスで、アブラハムを見ておると。でもそれの、なんていうんだ。詳しくはキリスト教及びイスラムの中身見てからの方がいいと思うから、まさにアブラハムを夫においてこそ、それぞれ一神教を名乗っているっていうふうなことであり、それが他で起こり得なかった神との契約っていうちょっと独特な話でもあるんですね。それぞれその三大宗教のどれもが、三大宗教のどれもが契約っていうふうなことを論じるわけですね。さて、アブラハムは12章からっていうことだから、それまでいろんな話があるわけですけども、この辺のことね、つまり、光あれと神は言ったみたいな話とか聞いたことあるかもしれないけども、その辺の創世記のあれを、早速読んだりしながら、つまりテクストに触れながら中身を追っていき、整理したりから、創世記ってそれなりに長いので、2個に分けて、前半後半に分けて読んでもらおうというのが、今週、来週の課題となるんだね。もう一応、テクストは大丈夫かな？コースコンテンツの、どこだっけ？その講義資料に入ってたりする、あそことかね、あそこっていうのは、ウィキソースとか、あるいは紙の聖書があれば、それで読むとかして、あるいは他にも、創世記とかならば、他でも、テクスト探せるかもしれないけども、
何章までかっていうのを後で文字で書くので、何章まで。ただ、後々後半、創世記の後半も読む課題となるから、感想としては、今回も感想を求めて、感想としてはその前半部分までだけども、今日が乗れば続きも読んで、無理のない範囲でね。そういうこととして、ちょっと、そのさっきのさ、今ちょっと教科書置いて、さっきのマナバの方の、なんだっけ、コースコンテンツ見てほしいんだけども、ちょっと待って、にゃーんと、あれにゃんこ。さっき、最後の行に載ってるっていうふうなやつね、講義資料の一番下の段に載ってる、聖書、ユダヤ教、キリスト教の小区分ってやつを見てほしいんだけども、開いたかな？大丈夫？一応読み上げると、国語の代わりに説明のために書いてるんだけども、今ね、現代の整理された聖書では、章の名前が確定していて、で、これに即するわけだけども、前見たように、タナックって言い方をしようね。この授業では、旧約聖書って言い方は避けて、もう一回理由を説明すると、その契約はもう終わったというふうに、前の契約を破棄して新たな契約を結んだというのがキリスト教の立場だから、キリスト教の側からすれば、このユダヤ民族との神の間の契約は終わってるんですね。その意味で、古い契約っていうふうな意味で、旧約聖書っていう言い方をすると。それに対して新しい自分たちの時代に組まれた契約こそが本体であるっていう見方なわけですけども、そこからすれば、ユダヤ教はもう終わったためなんだけども、そうじゃないと。ユダヤ教からすれば、まだその契約が生きており、今に至るっていう見方だから、旧約っていう言い方は避けようと。それで、彼らの言い方からすれば、3部門に分けて、トーラ、それからネビームとケツビームっていうふうな3部門に分かれて、その頭文字ね、子音3文字に、アの母音をつけて、タナックというふうに言うのが普通だから、このタナックっていう言い方で、授業では、テクストを指そうと。それで、トーラ、漢字で書けば、立法と、行人弁の、律するっていう、実ね、立法と訳されるトーラが、第一部門で、これは、別名、モーセ五書。カタカナのモーセ。五つの書物で、モーセ五書ね。という、その5つの大事な、契約の本体みたいな意味で考えて。それが創世記、出エジプト記、みたいなことで、ヘブライ語だったらベレシートっていうのが創世記、意味は初めに意味がベレシートなんですけども、さっき言ったセプタギンタでゲネシスっていうふうに訳されて、それっぽい訳つけて、創世記だね。始まりっていうニュアンスで、ゲネシスでもあるんだけども、つまり、ゲノスっていう言葉、生まれとかだから、生まれ発端、そのことの始めっていうふうな意味で、緩く考えてもいいけども、しかし、天地の創造っていうふうな意味で、ちょっと強く考えて、その創世ってことでしょうかね。メゼシオ、ゲネシスの訳である。そして次は、モーセというのが、アブラハムとは別の、もっと下った時代の別なる預言者、神との契約を持つ別の大事なここまでだけど、そのモーセとの間で神との契約がなされ、それがそのエジプトにいる同胞たち、ユダヤの民と、異国、イスラエルの民、
取り戻せっていうふうな、その負託を受けて、まあ、あれこれする話が、出エジプト記ですね。これは、ギリシャ的に言えばエクソドス。だってこの二つが神との契約に関わる、まあ、いわば歴史的な、こうしてこうして、神と、イスラエルの民とが、繋がってくるまでは話なんだけども、そこから先、とりあえず、課題として読まないものとして、レビ記、民数記、申命記っていうのがあるんだけども、このレビ記から、新命記の辺までは、規則の、まあ、最速って感じで、細かい規則がいっぱい書かれているものと考えている。ので、ちょっと、上2つと下3つは、経路が違うね。でだ、レビ記っていうのは聞いたことあるかもしれないけど、レビっていうのは、さっきのユダヤの祭りごとを行う、大使、その神官というか、祭りごと取り行うその職業的な人たちね、その複数形で、そのレビが取り行うさまざまなしきたりに関する、あれこれと考えて、だからこういう時はこうした前とか、その祭壇はこんな風に作るのじゃとか、そんな話がいっぱい書いてるんですよ。まあそれだけじゃないんだけども。そんで、民数記っていうのは、意外なあれだけども、英語で言うと、ナンバーだなね、ナンバー。創世記に、褒めよ、増えよ、父に見てよっていう風な、ユダヤ人が、まあその、この後、非常に増えていくことを、まあ、促す技術があったりするんだけども、で、はい、ちょっと分かりましたって言って、そのユダヤ人は地に増えようとするわけだけども、そのユダヤ人が、さっきのモーセのあの契約の後、どんな風にして非常に増えていったか、非常でどんな風に、まあ、乗していったかみたいな話が、その、民の数、民数記っていうふうな話としよう。それが、中身の全てじゃないんだけども、第2期ね。それで、その、申命記という言葉を聞いて、何のことか分かる人は、彼は少数派だと思うんだが、一応横に書いたのが、これドイツ語かな？ああ、ドイテロノミム。ノミウムがノモスってことで、まあ、掟なんだけども、ギリシャ語でノモスは掟ってことね。ドイテルの部分は、ドイテルっていう部分は、英語でセカンドって言って、その、再びもう一度、もう一回って感じね。もう一回掟を示すっていうふうな感じの言葉で、実は申命記という言葉自身は、念のために、もう一度申し渡しておくっていう、もう一回重ねて命じておくぞってなって、そういうその、なんつうんだ、命令をもう一回、その、強調し、念を押すような感じの意味が、その、申命記とか、なんかあまりに硬い訳語で何言ってるか分かりにくいけども、そんなふうなことを指す。つまり、命令の繰り返しというか、命令の、確認的なニュアンスの題と考えて。これのうちの創世記と出エジプト記を、まあ、2回で、4週かけて読んでもらおうと。そう考えてちょっと、あれして、ちょっと時間使って。まあ、その、ゲームだけじゃなくて、いろんな意味で、さまざまな、そのヨーロッパ全体の発想に、色濃く影を落としている2つの書物だから、これを、まあ、見聞して、何か、損したって話にはならないと思って、
予備費はどうか分かんないけども、この2つは決定的に大事なものとして、特に一神教の何たるか、ユダヤ民族の何たるか、ひいてはキリスト教徒が自分たちをどう考えるかに直につながる話として読む理由がありそうだね。そんな話として、ちょっと課題としたい。これ、予告であったとともに、読もうと思うテクストを、ちょっと太文字で書いてるんだけど、見えるかな。次、予言書というブロックがあって、その中の先頭のイザヤの予言書は、太文字なんだけど、見えるかな。これ、いわゆる、五大予言書っていうふうな言われ方をしてる、ちょっと大事なものなんだけども、いずれ、イザヤは読んでもらいたい。バビロンもそうかもしれないけども、自分たちの逸脱ゆえに何が起こっちゃったのか、あるいは起こるのか、こんなふうな、もう壊滅的な事態が起きたり、起ころうとしてるんだけども、それは自分たちの態度の、その帰結だっていうふうな、そんな感じで、自分たちの行いを、まあ、戒めるような、そういう話等が、つまり、まさにその危機の時代において、なんつうの、自分たちの自覚がどんなふうになったかを、如実に手繰り出すような、これまた別の形式の文学だね。さっきの説話ものみたいなものとは違う形で、かなり、なんだろうね、日本に起こり得なかったっていうの文学ね。まあ、この世の終わりみたいなこととかが絡んでくるような、それもこれも自分たちの身から出たサビみたいなね。実はこの中で、この予言書の中に、2ブロック目のところに、ヨナ書ってあるんだね。ヨナ書がもう太文字なんだけども、これ、短いから、折を見て、授業内で読んでみようっていうのが、予言書の一つのヨナ書なんだけども、これ、見えるかな？どうだ、講義資料の中に、3つ目がヨナ書なんですね。ワードだっけ？ワードかなんかに入れたもんだったと思うから、つるんと開けば、1、2ページで読める分量だから、それ見てみようと思うんだよ。そのヨナ書をちょっと見てみようっていうふうなことの一つは、さっき言った、ユダヤ教は単純な意味で、先民思想ってわけではない。ユダヤ教からすれば、他の民族、他の集団はどんなふうな位置づけを得ているのか、この辺の話を、テクストに即して見てみたいというふうなニュアンスもあって、短いし、ヨナ書を挙げてるんだが、それちょっと、多分読んでも分かんないと思うけども、暇があったら見といて、挙げて。それで、その下の書、結尾のところに、さっきの呼ぶ気とかがあるんだけども、エステルとかルッツとか説話ものっぽいんだね。画家とかはなんかあれだよね。画家じゃなかった。そう、画家とか詩編とかはまさに詩なんだけども、分類不能な感じのもろもろっていうふうに考えて。で、最後のブロックは、歴史っぽい話でありながら、ある意味で歴史、間違えた、予言にもなってるっていうふうなことで、諸書に入れるべきか、予言書に入れるべきか、まあ、どちらも、まあ、発想もあり得るっていうふうなものなんでね。だから、出てくるヨシュアとかは、モーセを継ぐ時代の人なんだけども、まあ、戦いに続く戦いみたいな話とかで、何を読み取ればいいのかよくわかんない話かもしれないから、ここでは
ちょっとマニアック方面に入れといて、山寺で、まあ。そういう予定であると。で、その線の下は、いずれやる、キリスト教の聖書の、新約聖書の、まあ、区分ね。それは今見る必要ないと思うから、だからその先頭のマタイのところが太文字だから、マタイ、それからなんだっけ、下の手紙類で、ローマ人、ローマの信徒の手紙ってやつも読むことになるからね。それは横で。おそらくで、50分までだっけ、さっきの教科書にもう一回目を転じるんだけども、その、アブラハムが何した人かなどは、ちょっと次回読んでくる、この創世記前半、この手前の話もしたいから、アダムとイブが どうしましたとかっていう話も、その、まあ、意味を、一神教的な意味をほぐしたりしようと思うから、読んできた上で、テクストに即して解明したい感じですね。そういうふうな段取りでいこうと思うから、まずは、一応、あまり熱くならずに、あまりその、神の言うことナンセンスとかっていうふうに、その、正面から批判せずに、まあ、古事記読んでるつもりでそうですかっていう感じで、読んでもらってね。じゃあ、課題に関してはもう一回文字で書くからやってみて。で、おしまいですね。お疲れ様。じゃあ、おしまい。さようなら。終了。